ステファン・ロイターは、ドイツの元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ロイターは、地元のサッカークラブ TSV1860、ディンケルスビュールの下部組織でサッカーを始めたが、サッカー選手として体制するまでは、陸上競技の選手としても活躍し、総幅跳びとクロスカントリーの選手として、バイエルン州ユース選手権で優勝した。 また100メートル走を11.2秒で走る瞬速を持ち合わせていたことからターボの愛称で呼ばれた。1982年に 1FC ニュルンベルクの下部組織へ入団すると、1984年にトップチームに昇格し、同年10月6日に行われた、ブンデスリーガ2部のキッカーズオフフェンバッハ戦でデビューをした。1988年に、 チームメイトのローラン・グラハマーと共にバイエル・ミューンヘンへ移籍し、1988から89シーズンと1989から90シーズンのブンデスリーが連覇に貢献するなどリーグ通算95試合に出場し4得点を記録した。1991年にイタリアのユベントス FC へ移籍したが1シーズン限りで退団し、 ドイツへ帰国すると1992年に、ボルシア・ドルトムントへ移籍した。ドルトムントでは1992年に十字人体、断裂、2000年に軟骨の損傷という膝の怪我に見舞われたものの、主力選手として1992から93シーズンと2001から02シーズンの UEFA カップ準優勝。 1994から95シーズンと1995から96シーズンと2001から02シーズンのブンデスリーガ優勝 UEFA チャンピオンズリーグ1996から97優勝1997年のトヨタカップ優勝に貢献した2004年3月に現役引退を表明したドイツ代表としては1987年4月17日に 行われたイタリア戦でデビューをした。フランツ・ベッケンバウアー監督の下で右ウィングバックのポジションを獲得すると、1990年にイタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップでは4試合に先発出場、準々決勝以降はトーマス・ベルトルトにポジションを譲ったものの2試合に交代出場するなど通算6試合に出場し優勝に貢献した。 その後も1992年にスウェーデンで開催された u e f a u 9 2では4試合に出場し準優勝。1996年にイングランドで開催された u e f a u 9 6では4試合に出場し優勝に貢献したが、1998年にフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップではグループリーグ初戦のアメリカ戦の1試合のみの 出場に終わった。大会終了後、ベルティフォックス監督の起用法に対して、年齢的な問題ではない。彼との間に信頼関係はなく、代表を続けられないと表明し、オラフトーンと共に代表を引退した。ロイターは、国際 A マッチ69試合に出場しに得点を記録した。現役引退後の2004年7月1日から2005年1月3日までは、 フルスのドルトムントのフロント業務に携わっていたが、2006年1月に TSV1860 ミューンヘンのスポーツディレクターに就任した。在任期間中には、オーストリアのバルター・シャッハナーを監督に迎え、元ドイツ代表のダニエル・ビー・ロフカやベンヤミン・ラウトラを獲得したが成績は低迷し、2009年2月2日に解任された。二千十二年十二月十七日、 FC アウクスブルクのゼネラルマネージャーに就任した。契約期間は2015年6月30日までとなっていたが、同年4月に契約期間を2020年まで延長したことが発表された。ありがとうございます。